はい、おはこんばんちは、春川流でございます。信長の野望ハード。今回は、質問募集での愛のあるリプライト。ということでね、やっていきたいと思います。まあ、今度ね、40周年記念、信長の野望新40周年記念のね、特番が YouTube で生放送あるんですけども、信長の野望波動のね、情報をお届けするコーナーがあるということで、またね、その中で質問を募集してらっしゃるということでございますね。お知らせの、これかな？はい。信長の野望シリーズ40周年記念番組内において、信長の野望波動コーナーの実施が決定しましたと。3月30日木曜日の20時からと。コーナー放送日時が21時から21時半と。まあ、番組全体の中の30分、信長の野望波動のコーナーになるということかな。で、その中で、アップデ内容と新情報の紹介。で、まあ、Q&A があって、またクイズがあると。前回のクイズもな、あの、わかるやついんのかよ。っていうぐらい難しかったですね。はい。ちょっと、あれですね。ググんないとわかんないよ、あれ。しかも1問だけだったからね。もうちょっと簡単にして5問ぐらいあってもいいんじゃねと思いましたけど。はい。っていうところですね。で、出演者が、声優の遠坂さんって方。まあ、前回もご出演なされていて、我らユーザーの唯一の救いですね。彼のいることによって我々がどれだけこう救われているかというところでございます。またね、今回も出てきていらっしゃるということで、まあ、期待したいなとは思っておりますと。まあ、この番組内で紹介するやっぱりね、この Q&A のところですよね。ね、質問をね、募集しておりましたんで、それをちょっと覗いていこうかなと思います。まあ、いや、ちょっとその前に一個言いたいことがあってさ。また文句ばっかりなんですけど、まあ、信長の野望の日キャンペーンという感じでありますね。3月25から始まってるんですけど、いきなり始まったイベント資源パック販売の知らせと、まあ、信長の野望の日キャンペーンに連なってるやつだと思うんですけど、25日の土曜日から27日の月曜日の間に販売しますよと。ね、資源箱。木材、石材、鉄鋼を各5万ずつ獲得できる資源箱なんですけど、なぜか優勝小判で販売してるんですよね。え？と思って。有料かやと思って。ちょっとさ、考えなさいよ。せめて無償小判にしろよ、これ。まあいいや。まあなぜかというと、今、ちょうどね、イベントで、豪商ライフをやってるんですよね。で、まあ、ね、資源と、あと有効度使って交換するやつなんですけど、まあ、こんなね、シーズンの序盤に来られてもね、こんな資源余ってないんで、もうほとんどスルーイベントになってますね、僕の中では。相変わらずのぼったくりですし。うん。まあ、また何も考えず、ここのイベントのバランス考えてないんでしょうね。まあいいや。なんで僕、ダダスルーですね。まあ、最後の最後にこの辺の陛下玉を、ね、弓隊とか僕作らないんで、ちょっと変えようかなぐらいかな。あとはぼったくりだからスルーっすね。もうちょっと考えて。もういいや。言うのよ、やめよう。言うのやめよう。期待するのやめよう。あ、こちらですね。ナウド、信長の野望波動公式が、20時から放送の中でやる、まあ質問ね。まあ前回と同じように、募集しておりますよ、という感じで。ちょっとね、下の方、質問募集の内容を見ていきましょうか。まあまあね、たくさんのコメントが、つらつらと、垣間見ることができますね。僕はね、最近波動の動画、上げててる中で問題提起した内容がね、結構、こういうところの質問にバンバン飛んでますね。まあ、若干ですよ。若干なんですが、なんかこの、なんだろう、内容がですね、内容はいいんですけど、ちょっと、辛辣な物言いになってるなっていうのがね、思いましたね、見てて。うん。で、まあ、質問のね、量自体も減ってるんで、まあ、ユーザーさん減っちゃってるのかなっていう気がします。このとこ面白いですね。なんでそんなに不具合が連発するのでしょうか。また、くじ引きイベントの後半の差分補填ってどういう意味か質問したいです。おっしゃる通り。まあ、あえて触れてませんでしたが、もう不具合の嵐ですよね、最近。もうちょっと。ゲームのシステムとか仕様云々の前に、技術的な根幹のところにちょっと破綻を期待してるんじゃないかなって気がします。めちゃ重いしね。あとね、見てて面白かったのが、まあね、他の YouTuber さんもこれ紹介してるんで、僕はそれとは違うところをピックアップしていきたいなと思うんですけども、まあ、このかな、ミルクさんかな、
イベントが三国志波動とほぼ同じです。信長として独自に作る予定はないのでしょうか。2、シーズンが終わると武将や陛下レベルなどリセットされます。今までの課金が無駄に感じます。改善するお考えはありますでしょうかと。まあ、2番目はね、まあ、シーズンリセットに関しては良し悪しあると思います。一長一短ね、いいとこもあるし、あまり良くないところもあると。ただ、その内容とバランスは整えないと意味がないですんで、そこはね、整えた方がいい。リセットするんだったらリセットするで、リセットしてもその後ちゃんとイベントが回せるように、イベントの内容調整しろっていう感じですね。一番目ですね。まあ僕の動画で言ってますけど、まあ、三国志波動と同じイベントの焼き増しなんでね、そろそろ独自なの作ってくださいよっていう。これはもう激しく同意。あとはね、これかな？大名家ごとの戦力格差がひどいと。海大名家の一時的な、統合など、逆転要素などを実装予定はありませんかと。この辺もね、ぜひやってほしいんですよね。まあ僕が言ったその、シーズンの最後の1ヶ月、二勢力に再度分配してでもいいですし、こうやって統合させるのもいいですし、ちょっとね、なんかないとやめちゃうよね。これも面白かったですね。また大名家のことなんですけど、負けている大名が滅びるシステムは実践しないでしょうか。大名が絶対に滅びないというのは戦国時代に不自然ですし、いつまで経っても全国版を展開できないと思いますと。大名が滅び、使えていたプレイヤーはまた新たに楽しめるようなシステムになりませんかとありますよね、これ。うん。まあ、これも一つの手ですよね。統合させるんではなくて、大名を滅ぼさせちゃって、その滅んだ大名家の人たちはまた新たに大名家を選ぶことができるとか。まあ、これはこれでまた面白いですよね。うん。まあ、それに、その、戦国時代のね、歴史観とも合ってますし。はい。あと、これも気になったんですけど、かなり短い間隔で不具合の戦法を打ってきてますね、みたいな。気になったっていうか。もう、ブラックなジョークが効いてますね、これ。あとはね、まあ、シーズン1の武将、鉄砲適正がオールシーなのはね、僕も前言いましたが、編成の幅がね、幅を狭くしてる一つの要因なんだね。この辺は是正してくれた方がいいですね。これか。なぜこんなに処理や操作が重いんですか？サーバーを強化しないのはなぜですかっていう。これ本当重いよね、このゲーム。ちょっとね、世に出してはいけないぐらいのクオリティの重さですよ。これ何が悪いんだろうね。サーバーなの？やっぱり。システムのソースコードがちょっとおかしいんじゃねえかって気がするけどね。わかんないけど、僕専門家じゃないとわかんないですけど、サーバーの問題だけじゃないような気がしないでもないみたいな。あとで、ね、お知らせがとても見にくくわかりづらい。表現もですが、改善する予定ありますかと。まあね、僕もこの動画作ってて思いますけど、文章で説明するのがめちゃくちゃ難しい。なんで、ツイッターとか、ディスコ使ってさ、画像とか使って、そういうお知らせもっとね、ゲーム内のお知らせ以外のところでもわかりやすくお届けするっていう考え方も必要ですよね、これ。うん。これも辛辣だったな。信長の野望の IP で別会社に開発運営してもらう予定はありますか？新信長の野望新信長の野望、僕やったことないんですけど、こっちどうなんですかね？面白いんですかね？わかんないけど。三国志波動と同じで、自社 IP なのにまともに開発できないなら、他社に面白いゲームを作ってもらった方がユーザーとしては嬉しいです、みたいな。辛辣だな。でもおっしゃる通り。三国志はね、三国志新選がそんな感じですね。三国志13の、画像とか音楽を使って、三国志新選作ってますんで。まあ中身のシステムとかは全く違うんですけどね。うん。まああれはおもれで面白いんでね、そういうのパターンでね、信長の野望波動もね、作ってくれたら僕ちょっと土地いっちゃうかも。ユーザーの声を聞く心づもりはありますか？心づもりですよ。ユーザーの声を聞くつもりより柔らかくしてあげてるこの人優しいね。心づもり。そう思ってるよっていうことすらありますよね。ありませんか？みたいな。忘れちゃったこれ。あとはね、あとは勢力バランスがとか、どうしてこんなにバカみたいに脅せるんですか？わかるわ。わかるわ。これもわかるね。長いもんね。質問。もういや、ちょっとあまりマイナスの要因のことばっかりじゃなくて、もうちょっとプラスアルファな質問のとこ見たいな。これ、この人、トリッピーさん。シーズン1の武将の鉄砲がすべて C なのは時間調整時間がなかったからですか？わざとですか？ファミコンの頃から光栄さんには世話になっとるで諦めずにオフセツをしとる。ネット見ればアイディア意見溢れとるで、ご自にならずに受け入れて、絶望してやめた幾多の人を戻したってやと。いやー、いいこと言うな、この人。ほんとだよね。
もう僕もね、昔からのやっぱり光栄のゲームはね、散々お世話になったんですよね。まあちょっと僕は、三国志と信長の野望、あと太閤立志伝が好きで、ちょっとね、なんだっけ、チンギスハンのゲームとか、あと、大航海時代とか、そっちのゲームはちょっとやったことはないんですけど、まあ昔からやってるんでね、昔からのその、いい思い出が、こう脈々とね、続いて何十年もこのシリーズやってる人なんてね、他になかなかいないですよ。いないし、ゲームソフトとしてそういう風に子供の頃からずーっとね、今もやってるゲームってなかなかない。まあドラクエも FF も僕もやってたけど、それでもやっぱ途中でね、やっぱり大人になってやめちゃったんで、まあそれがね、大人になってもこうやってやってるゲームっていいと思うんだよね。そういうようなファンをね、がっかりさせるようなことはね、したくないよね、してほしくないよね。まあ本編のね、信長の野望の申請はそこそこちゃんとできてるんですけども、まあ、信長の野望という名前を冠する限りはですね、その辺のファンを期待を裏切らないでほしいなと思います。悪いゲームでもいいんですよ。ちょっとずつでもいいから改善していってほしい。うん。今はその意思が見られない。次もこれも辛辣だな。サービス終了の予定は本当に重たいし、クソなん、クソすぎんだけど、みたいな。辛辣。あとこれもちょっとね、辛辣かも。放送で担当責任者は顔を出しして出てくるべきでは、人形警備でコメントするんではなく、あれではユーザーから逃げてると思われても仕方ないと。まあこれも、みんな思ってるけど口にしてないことをこの方は言ってくださいましたね。まあ、生放送の時のコメント欄にバーってありましたけども。僕も営業やってたんでわかるんですけど、うん、電話とかメールだけじゃなくて、直に顔を合わせて話をしようよと。まあね、今のこのご時世だとそんなのはナンセンスだよと思われるかもしれませんけども、まあそれで伝わる空気感とか気持ちとか、そういうのはあると思いますよ、人間なんで。あとは、まあこんなもんすかね、うん。まあ、バーっと見てきましたけど、ごもっともなね、意見が多く、こういう意見をね、どう運営さんが拾ってくるか、見物ではありますね。見物というかもう願いですね、もう。もう願いだよ、もう。うん。っていう感じでございます。まあ本当ね、僕の動画だけじゃなくてね、いろんな人が改善案考えたりとか、こうすのどうだっていうのをね、他の YouTuber さんもね、動画の中で言っていただいてるんでね、まあいいのをね、やっぱり拾ってがねえとなーと思いますよ。うん。はい、それでは以上でございますと。まあいろんなね、ユーザーさんの方々の声が、こちらの Twitter のコメント欄に溢れておりましたね。うん。まあね、言葉尻とかは辛辣でしたけども、まあでもそれだけ、このゲームで本当に楽しみたいんだ。だから頼むよっていう気持ちが僕は溢れていたと思います。うん。厳しいけど温かいお声だったかなと思いますけどね。はい。まあ、3月30日の生放送。まあ、どんな情報が出てくるか、まあ、楽しみにしておきましょうか。はい。それでは今回の動画が少しでも面白かったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。